打球が抜けたとき、まあ、3塁までは行くかなと思ったんですが、よくホームまで戻ってきましたね。そうですね、もう最後もう全力できましたね。ありがとうございます。チームは今厳しい状況が続いていて連敗をしていましたが、今日の勝利で連敗を脱出しました。今のチーム状況はどのような感じでしょうか？そうですね、惜しい試合場面なので、もう一つ何か自分たちでその野球、自分たちの野球ができたらもっと勝てるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。澤田選手は5回のタイムリーに加えて8回にもタイムリーを打ちました。だいぶ打撃は上向いてきている感じですか？そうですね、その阪神戦の時からその打ちに行くことをこの一番目にして、この気持ちでバッターボックスにいつも入ってます。はい、ありがとうございます。それではここで1年を通じてご協賛をいただいてますハニー様より商品券をプレゼントいたします。チームもいい状況になってきたんで、まあ、いいですよ。これからも頑張るんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。